こんばんは、アレオでございます。ここは鹿児島水族館です。イオワールドって言ったかな。今回はとりあえずここに来てみましたけれども、割と面白い施設みたいです。イルカさんとかが結構すごいみたいなので、海の町鹿児島ですから、せっかくなんでね、この鹿児島水族館も観光していこうと思っております。今日はね、ここでイルカショーをやるみたいですけれども、11時からなのでまだなんですが、水槽にはね、とりあえずイルカさんはいるみたい。あれ、どこだっけな、そうだ、シーワールド、鴨川シーワールドに行った時も似たような感じでしたけれども、ショーがやっていないこの場所でも一応ね、何かしらの動物いますので、まあこうやってね、好き放題見学することはできるわけなんでございます。優雅に泳いでるイルカさん。イルカさんはね、人懐っこい動物でして、人と遊ぶのも大好き、一緒に泳ぐのも大好きですから、イルカウォッチングとか、あとはイルカと一緒に泳ぐツアーなんかも結構やっているみたいでして、割とね、可愛らしい動物なわけないわけでございます。僕らと同じ哺乳類ですからね、息を吸わなきゃ生きていけませんので、まあそういった動物になっております。おー、エスカレーター上がったらこの水槽が待ち受けてるんですか。すげー、これはなかなか幻想的じゃないですか。 A まで泳いでますよ。すごい、サメみたいなのもいます。お、これはジンベエザメですか。沖縄の美ら海水族館でバカでかいのを見ましたけどね、バカでかい水槽にバカでかいジンベエザメね。ジンベエザメ飼うのは相当難しいみたいですからね。それで結構成功してるのが美ら海水族館とかで、飼育も困難な生き物だと聞いております。このように飛んでいるようにこちらにやってくる A もいます。本当に海の中を泳ぐ生き物って感じがします。すごい尻尾が長い。さあ、もう一度ジンベエザメが通過していく瞬間に A がかぶってきました。こういうのを撮り鉄界では、かぶりと言います。鉄道が鉄道とかぶってしまった瞬間に、うわかぶったよとか言ってブーブー言うのが撮り鉄です。これウツボですね。おお、ここに顔があります。大きく口をパクパクさせております。ウツボといえばなんかマリオイメージがありますけれども、確かね、マリオの映画にもウツボに吸い込まれるシーンがあったんですよ。そういう意味でもマリオのイメージが強い人多いんじゃないでしょうか。これを見てね、僕が一つ思ったのは、ここを向いてこの身の部分、この身の部分がどれだけ美味しいのかということを想像してしまいました。不謹慎でした。申し訳ありません。いや、水族館来たら大体美味しそうとかって思ってしまう人いるでしょ。もう結構そう思ってしまうんですよ。沼津の水族館に行った時も同じような感想をみんなで言っておりました。美味しそうだなと言った感じです。エビさんには悪いけどね、人間が食べる側ですから。僕が一番好きなのはチンアナゴなんです。水族館行ったら必ず見るニョキニョキ、この可愛らしい動きをするチンアナゴ、これ見るの大好きなんですよね。ほら、ちょっと近すぎるか、このぐらいかな。いいじゃないですか、細くて可愛くて小さいものがニュルニュルニュルっと、苦手な人は苦手かもしれないね、ニュルニュルするのは。しかし可愛いと思いませんかね、この動きをするチンアナゴ。もう一番好きなんです、水族館で。必ずチンアナゴ見たらもう喜んで近づいて見に行きます。とかそういったところに住むお魚としてこういった色の濃い魚がいると思いますけれども、黄色とか青とか、この青色はナンヨウハギですね、有名なやつですけれども、すごいな、色がもう色鮮やかですよ。熱帯のお魚さんだなということがよくわかる光景です。お食事タイムみたいですけれども、すごいまあって動いてる。ほらお食事なのか遅いですよなのかわかんないけど、このゆっくりの子もいます。あ、でも徐々にすごい勢いになっていく。こんなのも見れるんですね。ほらすごいな。
の方までしっかりと。どうやら桜島はちょっとご機嫌斜めみたいですね。今日の天気からしてもちょっとあれなんだけど、いやーちょっと昨日の方が天気は良かったからね。だからちょっともわーっとするようなそんな感じ。別に噴煙してるわけではないと思いますけど、でも結構ね、かなりの確率で噴煙でボンと上がって煙が吹いている様子も見ることができるみたいですね。いつになるか、桜島のご機嫌次第、そんな感じです。美味しそうな色だなこれ、マジで出来上がってるエビじゃないですか。プリプリの、もうマジそういう感想やめた方がいいと思うんだけど。いやどう見てもおい、いやこれはだって誰しもが美味しそうだと思うでしょ。いやこれはなかなか美味しそうなエビを、クボエビと言います。来ましたクラゲちゃんコーナー。パフ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 。クラゲも好きです。あのチンアナゴの次に好きなのがクラゲです。ふわふわと漂ってるのが可愛いですよね。これのんびりと見つけられるんですよ。可愛いなノル。これも花が咲くラゲだって。ういーすげえ。これは初めて見た。これあまり可愛いとは言えない。ごめんだけど、なんでこれ、すごいな。なんか絡み合ってるっていうか、絡まっちゃってるよ。まあ、そんな感じで、必死に抜け出そうとする感じがある。うわわわわ、上に行きたい、上に行きたい、上に行きたいって。なかなか行けません。待って、かわいい。これだよ、クラゲといえば。なんだこのかわいい生き物は。ほら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 。おぉ。クラゲ好きにはたまんないんだけど、これは本当にちょっと大きい個体です。クラゲ夢世界って書いてある。うわマジで夢みたいだよ。かわいい。ちっちゃいのいるよこれ。ピントが合わない。かわいいな。一番の、まあ、メジャーなクラゲといえば水クラゲですよね。これが一番よく見るやつですよ。このふわ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 漂ってる感じがたまらないですわ。かわいい。いや水クラゲもいいけど、さっきのちっちゃいクラゲちゃんめちゃめちゃ良かったな。これはいい空間ですね。クラゲを見に来たと言っても過言じゃありませんよ。そして先ほどのジンベエザメの水槽のところまで来たんですけれども、すごいですよこれ。うわ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 、水ごと吸い込んでいますけれども、餌の時間というイベントでございまして、ジンベエザメの餌の時間、餌を食べる瞬間を見ることができますよみたいな、そんな感じのイベントでございます。相当天気もね、やばいみたいですからね。天気なぎ、あの穴乗っちゃいけないみたいです。割と本当感電するような、そんな危険な生き物だと聞いております。さあここはウミガメです。屋久島からやってきたウミガメの赤ちゃんということで書いてあります。わあ元気がいいの、かわいいの。以上、こんな感じでパタパタと泳いでおります。こっちにもいますよ。なんか空気出てるところ興味津々なのかな。そこをひた
すらにパクパクしている様子でございますと。そしてこちらもう一つのイベントなんですけれども、イルカが跳ねました。イルカのウォッチングみたいな、そんな感じのイベントだったんですけれども、こちらね外なんですよ、水族館の外。え、出ちゃったら、え、またお金払わなきゃいけないの？いや大丈夫です。入り口の方でね、スタッフさんが再入条件みたいなのをね配っていますので、それを持ってればねまた中に入ることができます。これ外でやってるっていうことで、多分ね普通に水族館に入らない人でも多分見学することができるんですよ。そういった感じでですね、子供たちから大人の人までたくさんね、ギャラリーがいましてですね、普通に水族館に入らなくても見られるイベントっていうのは結構珍しいんじゃないかなと思います。ちょうどねイルカウォッチングが終わったタイミングでね、この第二桜島丸が出航していく瞬間でございます。動き出すに割と時間がかかってるみたい。おお、来た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 、すげえ、後ろからブワーッと噴射して出航ですよ。おー、いいですね。イルカウォッチングを見た後についでに桜島のこの船も出航していく様子を見ることもできるなんて、なんと贅沢な、これは素晴らしいですね。また後ほど乗りますからね、あれね、桜島は僕も行きますから。ということでね、あのイベント続きなんですけれども、もう一つのイベントを最後にこの鹿児島水族館を終わりにしようと思っております。次のがね見たかったんでね、そう、その次のイベントに行くためにとりあえずまた水族館の中に入ってこようと思っております。あ、早い早い早い、15分で6つみたいですね、桜島まで。まあ後でこれはご紹介させていただきますけれど、とりあえずまずは鹿児島水族館に戻ってもう一つの僕が見たいイベント行ってこようと思います。そしてイルカのねそのイベントの前にですね、ちょうどその途中にありますところでアザラシちゃんがいました。おお、かわいいかわいいと見ていたらですね、潜っていって、そして顔を上げるんですけれども、なんかスタッフさんが水でね今掃除してらっしゃるんかな、掃除をしているんですけれども、アザラシちゃんもいるんですが、アザラシちゃんね水浴びが大好きなのか知らないけど、水を浴びれるっていうことでそこでね水を浴びるのを待機しているんですよ。いやーかわいい、アザラシも結構好きなんですよ。ということでイベントが始まりました。イルカのショーでございます。これがこのヨーワールド鹿児島水族館のメインイベントといっても過言ではございません。こちらはイルカがねすごいんです。とにかくほらほらほら、くるりとスピンジャンプですよ。フィギュアスケートの選手もびっくりのような、そんな感じのスピンジャンプ。そしてさらに技を見せつけております。すごい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 、鴨川シーワールドを彷彿させるようなそんな感じですよ。シャチではなくイルカですけれども、いやこの迫力でございます。これがね見たかったんですよ。そしてドンと、すごい鴨川シーワールドのシャチみたい。もう何度も鴨川シーワールドと言ってしまうのは申し訳ないんですけれども、まあ、そんな感じの面白いイベントでございます。鴨川シーワールドではシャチ、このイオワールド鹿児島水族館ではイルカといった感じですよね。これね丸の大きさ見極めることができるんですよ。いやすごい、イルカって本当に頭がいい動物なんですね。ということで、イルカのショーでございました。おー、見えますか、今ギリギリだったんですけど、大型バスまでね、あれ桜島フェリー突っ込むんですよ。お、さっきとは違うドルフィンライナーイルカですね。まさにさっきイルカショーを見てきたばかりでございますけれども、とりあえずね、鹿児島水族館を出ましてですね、いよいよ向かうは桜島。もうこっから港なんてもうすぐ当たり前ですけど、目の前これですから、出てからすぐ乗船することができそうなので、とりあえず桜島に向かいたいと思っております。今回はですね、鹿児島水族館をご紹介させていただきました。結構面白かったですね。いろんなイベントがね頻繁に行われているので、まだまだこの後もイベントいっぱいありますけれども、僕は見ることはできないですが、まあ一日楽しめるようなそんなスポットですので、皆さんもぜひ鹿児島に来た際は鹿児島水族館遊びに行ってみてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。